チコがもっさらおい今見てくれてます。サワディーカボピッサル TV のチムでございます。今回はですね、うちのお店にあの大食いで有名の大食いラスカルさんが来てくれることになりましたんで、今日はねラスカルさんの仕込み動画を撮ろうと思ってます。これねラスカルさんが実際食べた丼です。これヤフオクで買ったんですけどね、これ最大6キロ入ります。6キロ、5キロから6キロぐらい入るね。はい、ね、初めて見た方もいると思うんで自己紹介だけしますね。僕はですね、この番組は、タイ料理を、さまざまなタイ料理を紹介しているピッサル TV という番組です。僕自身はですねバンコクに3年間住んでいて、ミシュランの星付きレストランなどで働いた経験を生かして、まあ、さまざまなタイ料理を紹介します。それと名古屋の岩塚というところでね、酒とタイ料理ピッサルロークというタイ料理店とお料理教室をしています。はい、じゃあ今日はねラスカルさんの、仕込み風景を出していくんですけどね、まあ、あの初めて会った印象なんですけど、すっごいいい方でした本当に。そして何よりも綺麗に食べてくれます。僕は体を張ってるんだなと、お仕事だなっていうのを感じたんでね、僕自身なんかねこういう大食いの方の、まあ、手助けじゃないんですけど、まあ、そういうことはしたいなと思ったんでね、もしYouTube で大食いをやってる方などいましたらね、ご連絡いただければ僕はお料理作りますんで、ぜひご連絡ください。はい、それではねラスカルさんに作った今回のお料理の仕込み風景を撮ってますので、皆さん見てください。メスですね、まずこの袴を取っていきます。ちょっとじわっと動くような袴が今取りましたね。中割っていきますね。打ち粉がおるかな。またちょっとね、今11月か12月だったらね、ここが完全に入るんだけど、ちょっと、おったおったおったな。よっしゃよっしゃ、これを探し求めてたんですよね。打ち粉ね、しっかり入ってます。よかった。やっぱりね、カンジャンケジャンとかそういう系の料理ってやっぱこの打ち込まないとね、よくないので、いいな。多分3匹分全部こう割っていきますね。袴を取って、おったー、よし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 、よかったな。おっしゃー、おったおったー、いい感じや、バッチリ。あそこがやった、にこいつは爪がちっちゃいから、ね、だいぶちっちゃい。これでも体の大きさ一緒に。ね、僕高校卒業してからね、最初カニドラブに、大阪のね道頓堀のカニドラブに就職したんで、ね。カニが得意なんですね。こいつが一番大きいかな。チコが。まっさらおい。トゲトゲのとこから取っていったらパカッとも開きますんで。どうしたかというと、このトゲトゲを取って、ここから血が入るようにしてますね。
全部笑わずにちょっとだけ引っ付けとく。よかったな、うん、はい、じゃあ胴体をバラしていきます、ね、この地孔は外れないようにしっかりね、うまいことやらないと地孔が取れちゃいますね。次ね、こういう、足のとこね、こういうふうに松葉割りっていうんやねんな、松葉で見えるかな、こういうふうに包丁が、端がね、しっかり入るようにこう切れ目入れていきます、ね、せっかくなんで、食べるとこ少ないんでね、しっかり食べれるようにこういうふうに松葉に切っていきます。この時ね、出刃包丁使うと、潰れてしまうね、ビチャッと身が。こういう時はね、鋭い包丁でやります。ただあんましね、柔らかい包丁でやると包丁が傷んじゃうんで、この辺はちょっと、うん、あんまし、そうだな、日本刀とかああいうちょっと柔らかめの鋼でやると刃が負けちゃうんで、今今日作ってやってます。ザリガニのナンプラー漬けで、その時に詳細をします。結構秘伝のタレです。でカニの甲羅ですね、ほら、はい、ほらできましたね。マタニガニのナンプラー漬け、ラスカル産用12人前です。はい、それではカニのね、漬けだれ、ナムチムシーフードですね。ナムチムっていうのは、漬けだれのことで、シーフードの漬けだれを作っていきます。まあ今日はね、カニに使います。まあ結構ね、定番のねレシピってよく出てるんですけど、今日使うのがね、青唐辛子ですね、と赤唐辛子の、ミックスです。でラスカルさん結構辛いの好きみたいなんで、しっかり辛くしていきます。あと、ニンニクですね、1.5 かけ、あとマナオですね、タイのレモン、あとパクチーの根ですね。今日はね、まあ、分量をそんなに測って作らないんで、いい感じで味付けを僕は勝手にします。今日はね、レシピを知る感じじゃないんで、ココナッツシュガーと、あとお塩ね、お塩です。でちょっと水を差すかもわかんないので、味を見ながらやっていきます。はい、まず唐辛子を入れますね。唐辛子とパクチーの根を入れます。ブロックで潰していきますね。これね、プロセッサー、ミルとかでやってもいいんですけど、手作り感が出ますので、ちゃんとブロックで作っていきます。でもちろんね、まあ3個ぐらいかな。日本人にはちょっとどうかな、辛すぎるかもしれない。今こんな状態です。ちょっとお水を入れますね。ココナッツシュガー、塩小さじ2分の1ぐらいかな。いいですね、味見してみましょう。辛そうやな。あ、辛っ、うん、美味しいわ。 OK、 できました。ナムチムシーフードです。こちらも仕込んでいってます。カオソ以外のね、これカオソ以外のグーなんですけどね、三河赤鶏のガラですね、ガラを入れて、じゃあこれちょっとね、もう一人分の仕込みじゃないですよね。ガラが入りましたね、圧力鍋で炊いていきます。はい、パクチーのね、ありましたね。そしてちょっと
限界水位まで行くかな、限界水位があるんで、これ以上入れると危険だっていうのもあるんで、お塩で味をつけて、お塩は小さじ1杯半ぐらいでしょうかな、1杯半ぐらい、で胡椒が入ります。胡椒が小さじ1杯でしょうかな、小さじ1杯、はい、分かりました。それではこのまま変えていきます。はい、出来上がりました。どうかな、おお、ええ感じやな、すっごいな、これトロトロにできてる感じやな、これ。いきました。これでカオソイガイを作っていきたいと思います。はい、じゃあ続いてね、カレーペーストを貼ります。これカオソイのペーストですね。ちょっと半端じゃないぐらいな、これ。ここも初体験なんで、この動画これは一人の人間が食べる量とは思えないですよ。どうかな。よし。味をつけますね。様子見ながら、とりあえず大さじ2杯ぐらい入れると、ココナッツシュガー、ココナッツミルクを入れます。飲もうかな。それでは今日はね、ラスカルさんの特盛り10玉です。10玉、麺だけで 1.3 キロかな。で、鶏の仕込みがこちらね、まあ、多めに仕込んだんですけど、三河赤鶏です。ちょっと麺が見えるぐらいのもんや、まあ、スープはおかわりできるというもしからなかったら、ね、麺がこれぐらいこんなもんやな今見てくれてます、盛り付け風景。いやー、なんかね、楽しいよね、作ってる方も初めての体験ですね。本当ね、僕のうちのお客さん大食感が多いんですよ、本当、はいはいはい、本当ね、いつも出しすぎで、はい、大食感の人でも出しすぎ、お腹がバグったとかよく言いされたからなんかね、もういっぱい食べてくれたら嬉しくて、ね、無限に出しちゃう。はい、いいよ、いいよ、いいよ、せーの、よっ。持っていきます。